キチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、はい、まああのレギュラーシーズンもセバ終わって、うん、あとまあクライマックスシリーズ、はい、に突入する中でですね、うん、プロ野球の情報としては、まあ、あの引退、うん、もしくは退団する選手たちがどんどんね、はい、出てきてますけども、うん、まあ一番の注目どころっていうかね、で袴田さん関係性あるといえば、はい、ヤクルトの内川島のね、うん、まあ、坂口もあれですけども、はい、この3人の中で、まあ、内川はね、はい、あの NPB 引退表明って言ってるんです、はい、っていうことは、うん、独立リーグ行くで、あ、まあ、言い方としてはそうですよね。そう、あの NPB からは引退だから、野球はやり続けるって言ってるから、うんうん、だからまあ栃木とか、はい、もしくは、うん、九州だからね、はい、あ、そっか、西岡さんとかが、うん、そうそうそう、ホリエモンの球団に、うん、ひょっとしたら行く可能性もあるし、うん、はい、栃木とかそういったところをね、うん、あそこは寺内が監督して、ムネリンとかね、はい、成瀬もいるから、うん、そこにね、行く可能性もあるし、うん、でもウッチーね、はい、セパ両リーグで首位打者、それって本当にすごいことですよね、うん、でセパ両リーグで最多安打だからね、うん、はい、もうえげつないよね、うん、で本当もう高めには投げんだよっていうね、うん、もうここでこの高さ行ったらほぼほぼヒットだからね、はい、でしかもね、右打ちばっかりしてくると思ったらいきなり引っ張ってホームランもあるしね、うん、低めに投げとけっていうようなところだったけどもね、はい、本当にまあ両リーグでね、うん、頑張って素晴らしい功績と成績でね、はい、素晴らしかったと思いますし、うん、坂口もオリックスの時に俺と古谷のノーヒットノーランを9回2アウトから2ストライクまで追い込んで右中間に消えていった、はい、打って、はい、何やっとんねんっていうでもね、オリックス退団して、ヤクルトでもね、もう一花咲かせてね、野球人生としてはいろんなことを経験しながら、ね、良かったと思うしね、で、島もね、引退っていうところで、そうなんです。どうするんだろうね、コーチに残るのかな。どうなんでしょうね。でも、木野川さんいるしね、ヤクルトは一軍のバッテリーコーチで、だから、楽天は帰れないの。いや、私に聞かれても分かんないですけど、帰れる帰れないは。楽天からヤクルトに出た時にいい感じだったのかな。そこにもよるよね。まあ、それなんかいろいろやっぱり噂とかはありますけど、あるけどね、だからそこで良好な関係でヤクルトに行ってたんだったらあれだけど、うん、良好じゃなかったら、はい、でももし良好な関係だったら、うん、俺は、まあ、来年も多分石井和さんが監督だと思うけども、はい、島が楽天の監督やるのが一番いいんちゃうかと思う。俺は将来的にやっぱり楽天ファンの気持ちとしてもやっぱりリーグ優勝、うん、日本一っていうのを支えた人であって、うんうん、なんか東北の、ね、大変な時期にやっぱりこう言葉とか姿勢で支えた方なので、うんうん、やっぱりなんか戻ってきてほしいなっていう思いはあるし、去年もヤクルトの優勝の裏の立役者は島選手だっていう風にね、高津さんも言ってるぐらいやっぱりそのベンチの雰囲気とか声出すし、ベテランでもすごい方なので、戻ってきてはほしいですね。歴史がね、浅いからね、はい、2005年参入の、だからまあ20年経ってないわけじゃんね、はい、ってなった時に、うん、その監督候補って生え抜きだとなかなか現れにくいのよ、はい、でしかも大体プロ野球の監督候補っていうのは優勝した時の人たちが監督候補になっていくから、おー、だから楽天でいうと2013年のメンバーが候補になっていくわけよね、はい、ってなった時に生え抜きでってなるとなかなか少ないじゃんね。だそこからまた引退するっていうところになるとね、うん、今すぐっていうのはなかなか難しいかもわかんないけど、うん、将来的に島が楽天の監督するのが一番すんなり収まるかなって俺は個人的には思うけども、うん、でもそこが良好な関係じゃないと多分慣れないじゃんね、楽天の場合は、うん、そうですね、だからそこがどうなのかな、だからここで楽天にコーチとかで戻れたらね、うん、このその後の歩みはスムーズにいくかも分かんないけど、どうなんだろうなっていう、俺はそこが一番すんなりいくんちゃうかと思うけども、そうですね、まあ、いずれなってほしいなってとはやっぱ思いますね、本当に。しかも今年も B クラスだったしね、うんうん、そうですね、うん、これもう付け足したかのように、何が、今年俺は、じゃあ俺は事実言ってるんだけど、まあそうですね、うん、今年 B クラスでした、でだったからね、うん、だからそういったところでもどうなのかなっていうね、はい、ところもあるし、はい、あとね、西武で宇都宮、はい、ね、うん、まあもうね、巨人のエースとして頑張ってね、はい、いろんなタイトルも取りながら、うん、まあ、人的保障でね、はい、西武に行って、でも最後の投球とか見てても、もう体が元気だったらまだできそうだったけどね、うん、だから結局みんなそうなのよ、技術はすごいのよ、はい、でも怪我がちになったりとか、うん、体がやっぱ疲れが取れなかったりとか、はい、そういった体力が戻らないで、まあ、引退の道を行くんだけども、うん、でもどうするんだろうね。でもまあ二択だね、西武か
西武のコーチで残るか、巨人のコーチになるかだね、俺の想像は。だって今やっぱり巨人はさ、やっぱ投手再建しなきゃいけないから、はい、ね、うん、ってなった時に、まあいろんなことも言えて、うん、現役も近くて、うん、ってなると、でしかもまあこれ俺の想像だよ、はい、内海は敦賀気比からオリックスに指名されて、うん、でそこを拒否して、はい、東京ガス行って、うん、その後巨人に逆指名か、はい、自由獲得枠かな、うん、とかで巨人に入ってっていうところだから、うん、はい、まあ、ひょっとしたら、うん、引退後の契約も俺は盛り込まれてるんちゃうかって思うよね、うん、やっぱそこでねそうなってきてるわけだから、はい、うんうん、ってなったら、まあ、巨人としてコーチに変えるのが一番スムーズな感じだろうけども、まあ、西武にも恩があるだろうしね、はい、いろんな環境もね、いろんなこともこの西武に行ってね、うん、よくしてくれた思いに恩返ししたいっていう気持ちがあるから、うん、西武に残るっていう選択肢もあるし、うん、まあ俺はどっちかじゃないのかなと思う。そうですね。でもなんか西武に残るなり、まっすぐ巨人に行くなり、うん、どちらにせよ、もう最終的にはなんかやっぱり長年いた巨人に戻られるんじゃないかなっていうような、うん、でも西武に今内海はね必要なのよ、はい、まあ、隅田、うん、佐藤、はい、っていうこの2人 の, 去年 の, あのルーキー1位、はい、1位2位の左腕をやっぱ1人前にさせなきゃいけないってなった時に、うん、やっぱ内海は適任やと思う、はい、この2人を、うん、だからやっぱ西武としても内海の存在価値っていうのは非常に大きいし、はい、巨人としても、うん、まあ、高橋を復活させなきゃいけないから、はい、そういう意味ではだから内海としてはねどういう判断になるか分かんないけど、うん、まあ、どっちかかなっていうね、はい、で中日福留ね、うん、蘇った福留っていうね、2006年 WBC でライトへ韓国戦決勝、うん、ツーランホームラン、俺は福留の次のバッターだったわけよ、はい、だからバットともヘルメットとか用意して、うん、ベンチの出るところで見てた普通、はい、だから福留から大丈夫かな、うん、でも0対0やから1点取ったら勝てると思って、はい、くっきり見えたもん、打った瞬間のこの放物線が、ペトバーグのライトスタンドに入っていくみたいな、うん、俺横から映ってるけど、この写真こうガッツポーズしてるから、バッとこっちに持って、こうやって。へぇー。ベンチ横亀からちょっと映ってるよ、うん。若干2歩ぐらい出てるからね、前に。へぇー、でもね、まあ、最年長でね。そう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 、うん、しかもメジャーにも行ってね。はい、だから俺は福留引退したら、ドラゴンズのバッティングコーチ、はい、PL だしね。辰巳さんの後輩だから、はい、なんのかなって俺は正直思ってたけども、うん、はい、和田さんがドラゴンズのバッティングコーチとして入閣するから、はい、でそうなると、ハルさん、うん、和田さん、森野、うん、で、中村のりさんいるから、うん、多分福留入んないじゃんね、はい、だから解説者かな、日刊だからね、俺、はい、いろんな情報を知ってたんだけど、はい、だから福留入るのかなと思ったら、うん、和田さん入るんだったら入んないなと思って、はい、だからまあ解説者だね、あと阪神糸井ね、はい、もう超やっぱ超人も、はい、やっぱりずっとは無理だったね。いやでもちょっと引退のなんか言葉良かったなっていう、うんうん、もうでも最後はね、はい、体がボロボロになりながらね、はい、だって糸井伝説本当いっぱいあるからね、うん、いろんなとこで聞きます、うんうん、京セラドームのホームランのところのラバー当たってるのにフェンスに当たってますって言ったりね、はい、ホームランじゃないですみたいな、あもうそこはホームランですみたいな、はい、いろんなもう糸井伝説がね、うん、私なんかプロ野球ニュースで確か一緒、あれ佐藤さん一緒でした、一緒じゃないか、見てたんですけど、あれなんか最後喋るじゃないですか、うんうん、引退する選手なんかこう、まあ、解説者の方々が大丈夫かな糸井、喋ることをちゃんと覚えられてるかなとかすごい皆さんね心配されたんですけど、はい、ちゃんと言えるのかなとか、まあ、なんかこう独特なあれじゃないですか、お話とかも ね、はい、だけどすごく素敵な言葉残して、でも挨拶はね覚えなきゃっていう思考がもう嘘なんだよ、まあまあ思いを喋るものですけど、そう俺だって、うん、覚えたこと一回もないもん、それは人にありますよ、佐藤さんだからですよ、日頃から思ってること言うだけだから、はい、日頃から思ってること、うん、付け足してないから、日頃からの思いを言うだけだから喋、はい、るだけ、でもこうあれも言おう、あの時のことも言おうとか考えるじゃないですか、なんか考えない、考えなくても思ってるから出てくる、そうですか、うん、だからお前最長のお前引退スピーチ7本してるから俺すごいすごいですね溢れ出てくるから、まあそういうのの方が少ないですってでもよかったね、はい、でもすごいもう本当糸井のおかげで俺のツーベースがなくなったっていうね、はい、返球すごいから、セカンド俺足遅いから、はい、セカンドまで行ってたアウトになるから、はい、アウトになったこともあるしね、うん、ホームもねなかなか帰れないからね、はい、糸井は、うん、だから守備の面ではね
素晴らしかったし、しかもピッチャーで入団だからね、はい、そうですよね、だから良かったね、変更してね、はい、ね、超人を、うん、あの鳥人間だと思ったんですよね、最初、うん、そう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 超人っつって鳥人間ってそっちイメージする方が難しい、私もそうそう、超人鳥人間もう鳥人間ってもうそしたらもうあの戦隊シリーズのもう悪役になるじゃん超人糸井、鳥人間糸井みたいな、そういうの見てたんじゃないですか、なんかそういういたのかな、超人、まあ、いたかもしんないね、はい、そうだからそう思っちゃったのかもしれないですね、能見、はい、能見はね、能見、うん、の一番のあれは、はい、俺甲子園で一番最初のホームラン打った相手、能見、へえ、甲子園でね、はい、嬉しかったね、やっぱ高校野球の聖地甲子園でホームラン打ってた、まだ能見が出てくる前だね、うん、こう一軍二軍行ったり来てるしてる時で、はい、でしかも俺能見ロッテに取ればよかったのにって言ってて、ああそうですか、久保がトレードで阪神に行くことになって、はい、まだその時能見出てなかったの、うん、だって久保はもう10勝勝ったり新人王だったりするから、はい、能見まだ実績そんななくて、はい、能見取ればよかったじゃん、能見ピッチャーなのに、うん、まあ、阪神使わないんだったらって言ってて、うん、その後能見ゴーって出てきたから、はい、ほらーって俺は見抜いてたんだ、対戦しながら、うん、ねえ、ね、まあ、他にもね、トカメとか武隈、トカメもサイドスローで打ちにくかったしね、武隈、うん、は俺ね、あのリリーフだから多かったからあんまり対戦することなかったんだけど、はい、左だからね、うん、明石のバック中、そうですね、うん、明石選手、ね、あれも素晴らしかった、ね、身体能力高い感じがね、だって、うん、明石もね、まあ、はい、かっこだろレギュラーにはなれなかったかもわかんないけど、明石の存在がね、まあ、ホークスって怪我人多いじゃん、はい、怪我人多い中でいろんなポジション守れて、うん、それなりの結果を必ず出せるっていう選手では、うん、そのベンチに置いとくのは非常に大きかったよね、はい、うん、そういったところがホークスの戦力の層を厚くしている要因にもなってるからね、うん、だから最近で言うと、まあ、今スタメンに出てるけど牧原とか、はい、まあ、周東とかね、うん、っていうところもその部類になってくるじゃんね、はい、三森とかね、でそれでまあレギュラーねになっていってっていうところもそうだしね、うん、でそういうまあね同じようなタイプの選手が若手に出てきたっていうところでね、まあ明石もいい幕引きだったんじゃないのかなと思うしね、うん、はい、まあ、ここからまた引退選手出てくるけども、はい、で最後にね、そうマッチがね、そう松田選手がね、まあ、マッチはね対談だけどね、はい、だからなんか巨人がね調査って、うん、好きだね WBC で一緒に行った人、巨人の中地もそうだし、はい、うん、原さんね、はい、でもよ巨人いるかマッチだってサード岡本、はい、でファースト今年中田、うん、で中地もいいんでしょ、はい、マッチっていう、うん、人いますね、出るとこないじゃん、しかも DH もないし、はい、で代打になってくるともし中田が出てたら中地が行くし、はい、で中地が出てたら中田が行くだろうし、うん、はい、であとはねそのこそ右だと北村だったりとか、うん、増田陸とかね、うん、いるじゃん、で若いとも育てなきゃいけないじゃんね、はい、ってなった時に一軍入れへんのちゃうかっていう、うん、ってなったと、ね、うん、ってなった時に、うん、俺が、はい、俺巨人が、あ、巨人取りに行くんだと思ってて、うん、そんななのかなと思った、俺その前までは、はい、もう第一候補として俺ロッテか楽天やって言ってた、はい、マッチが行くのは、うん、でなんでかっていうと、うん、まあ、ロッテは俺井口さん退任すると思ってなかったから、はい、ソフトバンクから流れの選手いっぱい来るから過去もね、はい、大隣もそうだし、うん、まあ、茶谷もそうだしね、はい、で福田、まあ、FA だけど福田も、うん、そうだし、うん、であの小久保とか青学だったりとか、はい、っていう自分の後輩とかっていうところも結構来るからね、はい、マッチもその流れで来てね、うん、そんな層がね厚くないっていうところと、はい、右の代打っていうところでなかなかいないから、うん、マッチは、まあ、姿勢、はい、キャンプも袴田さんも一緒に俺とだいぶ前だけど、うん、はい、小田前に一緒に見に行ったから分かると思うけど、うん、どんなベテランになっても率先して一番前でランニングも走ったりとか、はい、ノックも常に一番最初に出て声出したりとかっていう、うん、そういうなんか勝者のメンタリティっていうか、はい、そういうこの姿勢っていうのを俺はロッテにプレー以外で大事だと思うね、そういう結果とか、はい、そのロッテに来たからって、うん、今のソフトバンクで出した結果を同じパリーグの中で、はい、すごい飛躍的に上がるとは正直思わない、うん、もうそれはもうみんな置いていくからね、はい、それはもう仕方ない、うん、けどもそういう姿勢がやっぱ長年優勝してないロッテには俺は必要やと思うね、うん、だからそういったところのプラスアルファとか姿勢、はい、それを周りが見るっていうところの影響力は絶大に大きいと思う、うん、だから俺はロッテね、そういうその井口さんとかホークスの人が多いっていうところの流れプラスアルファチームとしての
結果っていうことよりもそういった姿勢っていう与える影響力が大きいから、うん、はい、俺はロッテいいんじゃないのかなっていうところと、うん、あとは楽天、はい、で楽天は川島選手がまあ引退表明したっていうところもあるけども、まあ、その流れもあるわけじゃんね、うん、ホークスから。でもう一つが右バッターいない、はい、やっぱりそういないですね、うん、でサードファースト、うん、まあ茂木とか鈴木大地、はい、あと外国人選手っていうところで、うん、まあ、使っていくんだけども、うん、でもどっちも左、はい、でマッチのそのさっきも言ったロッテとの姿勢、うん、で右がいない、はい、でサードとファースト、うん、ポジションも空いてる、うん、良さそうじゃんね、うん、でしかも楽天としてはもう一つスパイスが加われば上に行けるかもっていうちょっとこれ微妙なラインで行ききれない、はい、っていうところでマッチを取って、はい、中を変えていく姿勢っていうのを保ちながらいない戦力でってなると、俺はロッテと楽天が一番マッチがフィットするんちゃうかなっていう。確かにこう聞いてるとジャイアンツよりも、まあ、ジャイアンツが調査って出てますけど、うん、ロッテ楽天の方が何かしらこう居場所というか、そうそうそう、立ち位置っていうのはすごく、うん、ありそうな感じがしますね。一軍にね、しかも役割分担としては、うん、はい、だからまあ最後はね本人が決めるからどこに行くかは分かんないけども、うん、俺はジャイアンツが手を挙げるまではあ楽天かロッテかなと、うん、でまあひょっとしたらあんのがドラゴンズ、あかなっていう、ドラゴンズかひょっとしたらね、はい、でも、うん、まあロッテと楽天が一番こういろんな条件合わせてもフィットしやすいかなと、うん、なんかしっくりくるじゃないですけど、でもどこらしらは多分あると思うよ、はい、でも巨人、まあ、いないよりいた方がいいよ、うん、確実にね、はい、でもまあ、お金の部分もあるけどもね、うん、楽天とロッテの方がなんかフィットしやすいんちゃうかなと俺は個人的に思うけどね、まあ、最後マッチがね、うん、どういう判断するかはあれだけどもね、まあ、まだまだうん、NPB で頑張れるポジションはありそう、はい、そうですね、うん、いたらベンチ明るくなりますもんね、そうそうそう、だからそういったところの姿勢がね、うん、やっぱちょっとロッテってそういうのはないのよ、はい、いた俺が言うのもなんだけどね、今どうですか盛り上げてる、いないね、みんな おとなしいしね、あそうですか、うんうん、そのホットコーナーもね張り切ってやるのもいないし、うん、だからそういったところでは非常に俺はフィットするんちゃうかと思うけども、うん、井口さんが辞めて、はい、体制方どうなるか分かんないから、はい、まあ、そこでねどうなるか分かんないけども、うん、まあ、俺はそういいんじゃないのかなと思うけどね、うん、でもみんなね、はい、まあ、最後は全員ね引退することになるしね、はい、その中でまあ精一杯ね頑張っていろんなねこのプロ野球のファンの人たちにね、はい、夢や感動やね、うん、大きなものを与えてもらえたと思うんでね、本当にお疲れ様でしたっていうね、はいはい、思いとね、うん、本当に、素晴らしい野球人生ありがとうございました、はい、それでね次からのね、うん、次の人生もありますからね、そうですね、はい、一旦お疲れ様でしたっていうことですからね、そうそう、またね次のステージに行ってね、うん、皆さんねぜひ頑張ってもらいたいですね、はい、皆さんお疲れ様でした。